こんにちは宮沢優衣です。えー、o u t u b e で学級系に関する動画を1日1本配信したり、あと研究所メンバーシップではプレミアムの学級系の動画を月に10本配信、そしてオンラインセミナーやコーチングも皆様にお届けしております。さあ皆さん改めまして新年明けましておめでとうございます。って言ってももう1月中旬に入っちゃってるかもしれませんけれどもね、2022年もどうかよろしくお願いします。さあ今日のテーマなんですけれどもね、1月担任は絶対この指導していきましょうよってね、そんなお話をさせていただきたい と思っておりりまますいいよいよ3学期に入りましたね、まあ、前期後期制の担任の先生方も、ね、おられると思いますけれどもいよいよ1月2月3月大詰めに入ってままいりました、えー、この3学期どういう風なアプローチを子どもたちにしていったらいいのかなっていうところでちょっと悩んだりしますよね間違っても1学期や2学期そのままその惰性そのままで指導しちゃいけませんよそんなことしてませんよね大丈夫ですよねしちゃってる先生方 安心してください今からでも全然 OK 全然間に合いますからね残り2月3月でこういう指導していきましょうねっていうのが今日具体的に分かると思いますよければね最後までご視聴くださいさあ結論やっていきたいと思いますけれどもね結論 パンパンって、今までこう効果音が入ってたんだけども、今日はありませんね。BGM もないし、あのテロップもありません。2022年入ってからですね、ちょっと編集の方なしでね、やらせていただきたいと思います。少しちょっと寂しい感じ、味気ない感じがするかもしれませんので、ちょっと寂しい方はですね、ちょっとセルフで脳内イメージでですね、ちょっと音パンパンとかね、入れてください。セルフで編集よろしくお願いします。無茶ぶりって申し訳ありませんけれどもね。さあ結論です。多気力の指導をしていきましょう。多気力 作ってあん,あんまこう耳になれない言葉ですね。これ、竹をどういう漢字を書くかって言うと、他の人を喜ばせる力。これ力、卓球力まあ、正式な言葉じゃないと思いますけどもね。まあでもググったりしたらね。バーっと出てくると思いますよ。他の人の他の人を喜ばせるための力を子どもたちにきちんと指導していってあげましょう。それが三学期。 あなた、担任の先生がすべきことなんですよ。ね。そんなお話でございます。目次は全部でね、3本柱。1つ目、なぜ多気力 ?2 つ目、学級の外へのアプローチ。2つ目、学級の中でのアプローチ。この3本柱でやっていきたいと思います。まず、目次の1つ目なんだけど、なんで多気力なのかって言ったら、やっぱりね、ちょっとあの、 人間ってさ、<laughs> いきなり大きい話だけど、人間って自分の幸せ、ね、幸せになりたいじゃないですか、そもそもね。で、もちろんそれはいい。自分の幸せは自分の幸せ、それでいいし、自己実現をしていくっていうのはそういうことだと思うんだけれども、それだけだったら、犬ちゃんや猫ちゃんと一緒じゃないですか。やっぱり我々人間に生まれたからにはさ、もう少しさ、もう少し色々あるでしょう。ね、例えば、他の人の幸せを自分の幸せだと感じることができる、こんな気持ち 感情を芽生えらられるよるよよううにに抱けなったら最高ですよね多分すごく幸せがね増えてくると思うだってそうじゃないですか自分の幸せだけを幸せって感じるよりも地球人70億人いるんだから70億人の幸せを感じたらちょっと話がでかすぎてごめんなさい70億人の幸せを自分の幸せと感じることができたらシンプルに言ったら70倍の幸せ感じられる人生になるでしょちょっと飛躍してるんだれば話が飛躍してるけどまあでもそういうことですよ他の人の幸せを喜べるようなそういう子供に 育ててていってあげたいですよねそしてそれをする時期がズバリ3学期この1月2月3月なんですよってそんなお話でございます。具体的にすることは学級で学んだことを外学級の外に生かしていくっていうことそして学級の中でもプラスアルファ指導をしていってあげるっていうことですね。ここの2つが大事っていうこと 目次の二つ目で学級の外へのアプローチの話ちょっと練しますね。で、目次の三つ目で学級の中、どういうアプローチをしていったらいいのかなっていうお話しますね。まず二つ目の学級の外に対するあの指導なんだけれども、これはね、すごくね、簡単ですよ。何をするかっていうと、学級の中で1学期、2学期こう培ってきたあ子供たちが学んできたことあるじゃないですか。例えばこういうルールを作ろうとかさ、学級の中に皆さんルールありますよね。あるいは、 こういうモラルね、大事にしよう。ルールじゃないんだけど、モラル大事にしよう。例えば、おはようございますってさ、あの友達同士言おうよって、ルールにしてるがんじがらめなルールじゃないんだけど、エチケットとしてしていこうよ。ちょっとゴミ拾おうよとかさ、あのなんか電気パチンと消してくれた人にありがとうって言おうよとか、そういうあのルールとエチケット、モラルって多分皆さんのクラスの中あると思うんですよね。そういったものをクラスの中で留めておくんじゃなくって、 学級の外にアプローチ仕掛けていきましょうっていう指導をぜひしていただきたいんですなぜならば学校教育は学校の中だけで子供たちが実現できるような学びをさせるために指導をしているからじゃないからだ子供たちはこの後学校からいなくなっていく巣立っていくわけですねつまり学校で得た学びをいかに外で生かすことができるかここが 大事なわけですよねその第一歩としてまず教室から一歩廊下に出たところで学んだことを生かして活用していきましょうよっていう指導をしていきましょうもちろんね1学期とか2学期でそういうね指導されてる先生もおられると思うそれはもちろんあの OK なんだけどもこの3学期特に重点的に そんな指導していきましょうよってことですね。おそらく皆さんちょっとイメージしてください。このクラスで、皆さんが担任しているクラスで大事にしていた物事、ルールとかさ、指導とかあるじゃないですか。多分絶対あると思うんだよね。それをあの一気に全部外でやっていこうというと大変だからちょ、いくつかピックアップしてね、子供たちと相談して決めたらいいと思います。えー、学級の外であの働きかけられるようなね、そんな時期だよ。小学1年生でも小学1年生なりにできることがあるし。 中学3年生だったら中学3年生なりにできることがあるし、その発達段階に応じてっていうのはもちろんあるんだけれども、じゃあこのクラスとして、おはようっていうのを今まではクラスの友達にしかしてなかったけれども、じゃあまず同じ学年の先生とか、同じ学年の友達にしていってみましょうか。この1月、2月、3月、そういう風にしていきましょうね。なんていうね、指導をぜひね、してあげてください。あなたのクラス、確実にもうワンランク。 高いクオリティの高い学級になっていきますのでぜひねこの相当に働きかけられるってねそういうような視座視座ってわからかな視力の視に座席の座ねそういう子どもたち視座がないのでそういう視座をあのそういう視座からアプローチをね担任の先生がしてあげてほしいななんていうふうに思っています。で最後目目次ののつ目学級の中なんだけれども 学級の中でもこの多気力っていうのを発揮することができるんだよねつまり学級の中で自分だけが居心地のいい学級じゃなくって周りにいっぱい友達がいるからその友達たちが友達たちがその楽しい、えー、嬉しいなって思えるような状況を作ってあげましょうっていうことこれね学級の終わり方学級納めにも関連してくるんだけども宮沢はどういうふうにしていたかっていうとこれねお別れ会。 まあ「さよならパーティー」って言ってもいいかもしれないお楽しみ会って言ってもいいかもしれないんだけどもこの学級の最後の終わる時に一つこうお楽しみ会みたいなビッグなイベントを僕は必ず開くようにしていました。その準備が 2月入ってぐらいからちょっとずつし始めていくのかなだからこの1月のこの,このタイミングで早めにね皆さんにちょっとお伝えしたかったんだけれどもお楽しみ会って言ったらさなんかみんなでドッジボールしてお日本語してわあ楽しかったねおしまいみたいなイメージをされてる先生もいるかもしれないんだけどもそれももちろんね楽しいしいいんだけれどもお楽しみ会もお楽しみ会でやっぱりねクオリティの高いものっていうのがあるわけですねちゃんと初めの会があってさ進行がいてさタイムキーパーがあってさでみんなが 準備してみんなが装飾したりなんかしてねみんなが準備するお楽しみ会そしてなんだち,ょっとちゃんとメモしてきたんですよみんなで楽しめるお楽しみ会これ大事なわけですねでもう一個あるわけですねこれ何かっていうとみんながみんなにこの一年間の思いを 伝えられる最後お別れ会にしてあげてほしいんですよねつまり自分だけが楽しいんじゃなくって自分も準備してあなたも楽しいみんなが楽しいけどみんなで準備をしていくみんなが楽しいみんなを喜ばせられるような相手意識を持ったお楽しみ会をしていただきたいそして最後の最後自分がこの一年間抱いた思い抱いてる思いを自己開示してこう ポロッと口からこぼれるようなそんな時間をとっていただきたいなっていうふうに思います。これ実現したらどうなると思いますかこれ子どもたちね、ワンワン泣きますよ。学級納めね。これ小学6年生もワンワン泣くし。 小学1年生もわんわん泣いちゃうしでもなんか寂しいんじゃなくてありがとうっていう涙なんだよねなんかすごくあったかい涙になるのねでこのお話を中学校の先生にしたら中学校の先生もやってくださって中学校の先生中学校の子供たちもわーんってねこう感動的に泣いちゃってね笑顔と涙のあふれる学級収めお別れ会になったっていうことを聞きましたすごく嬉しかったなっていう風に思いますっていうことでございましたいかがだったでしょうか今日は 1>, 1月担任は絶対この指導してってそんなお話をさせていただきました。多気力へのアプローチそして学級から外へ学級の中へ特にお別れ会企画していきましょうね。ただドッジボールしてってっいうのは、ねもっと いったいないもっとね、えー、できるお別れ会っていうのがあるんですよってねそんな話でございました最後に一個お知らせさせてください今ちらっとお話しした「笑顔と涙の学級納め感動のメカニズム」っていうオンラインセミナーをなんとですね今から1年前に行ったんですねでこれがめちゃめちゃ好評だったのいろんな人がですね いろんな現役の先生が追試してくださったんですね追試っていうのはそれをそのままそっくりあのお試しするということでね指導ね追試してくださっ 結果、うちのクラスもすごい感動的な別れ会になりました、なりました、なりました、なりましたって、も小学校低学年から高学年から中学校の先生までいろんな人たちがね、あのあのメッセージくれたんですね、報告してくださったそ。だからそのオンラインセミナーをせっかくなんで、今年もね、あの24時間限定で配信させていただきたいと思っております。1月日日の土曜,日土曜日 0時から24時まであの24時間限定で配信させていただいております。条件は研究所メンバーシップのゴールド会員様限定で配信させていただいておりますので、これぜひ見ていただきたい。あのウェビナー、オンラインセミナー参加するんだったらね、た確か去年4000円とかかかったんだよね。それに比べたらね、あのメンバーシップになるのだいぶこう価格落ちると思いますからね。ぜひぜひぜひご視聴いただければなというふうに思います。最後の最後、そのセミナーを受けた中学校の先生から いいいいただいたただコメントを紹介して終わりたいと思います先日、ウェビナーで学んだお別れ会を本日実践してみました。これ、去年のね、去年のメッセージだよ。今までで一番感動的なお別れ会でした。大成功です。笑いあり、涙ありの素敵な時間でした。この時間をくれたのは子供たちですが、先生から学んだことがたくさん役に立ったので、お礼をと思い連絡させていただきました。本当にありがとうございますということです。素晴らしい。想像できないですよね。笑いと涙が共存する学 求ってどういう状況よって思うじゃないですか。これあなたのクラスで実現可能ですからね。ぜひ、えー、ご視聴いただけたらなっていうふうに思います。研究所メンバーシップは今このご視聴いただいている動画の真下にメンバーになるってねボタンがあると思うんだよね。ちょっと手が気持ち悪いけどねあると思うんだけど、そこをポチッと押していただ,いたいただくとシルバーとゴールドっていうね選ぶことができる。そのゴールドの方で。 あのメンバーになっていただけたら1月15日ご視聴いただけますの、ね、でぜひお待ちしておりますそれでは今日はこの辺で終わりたいと思いますありがとうございましたまた明日お会いしましょうさようならバイバイ